コンボとね、それ以外の戦艦ってかなり乗り方違うんですよ。唯一混合だけ違うんだよね、ティアゴ戦艦。でこういう戦場いいよね。外周が早く、もう花からから近い。混合派特殊なんですね。結構混合だけは特殊。そのティアゴの戦艦って大体ドイツもインファイターでなんか接近戦強めですみたいな、まあ硬くて接近戦強めで砲たくさんついてますみたいな、なんかそういうタイプの、まあ、巡洋艦、戦艦が多いんですけど、混合だけはそのあんまり船体強くないんだけど射程長くて遠距離からぶち抜きますみたいな、その対艦巨砲主義のちょっと先を行ってるんだよね。だからそのアウトレンジの方がどっちかって得意で、なんかインファイトでガスガス殴り合うと船体が弱いのと砲が少ないっていうのが露呈してちょっと弱く感じると思うから、ちょっと戦い方が違うんだよね。